1日深夜放送の月曜から夜更かし、日本テレビ系でタレントの青山めぐ30が男性視聴者を釘付けにした。この日は言われてみれば見たことないものを調査した件のパート31を放送。開始当初は日常の道具で想定外の使い方をしてみるや夢のコラボシリーズなどタイトル通りの内容が多かったが、セクシー調査員として青山が登場して以降、彼女メインのお色気コーナーになっている人気企画だ。しかも最近では、もしかすると乳首に見えるかもシリーズが定番化。ピチピチの衣装を着た青山が、正月に黒豆を、節分には豆をバストトップ付近に仕込み、偽物と分かっていながらも過激な乳首ポッチ姿を披露して視聴者を喜ばせてきた。今回も同じシリーズで、テーマはひな祭り。慣れっこの青山は、よろしくお願いしますとリラックスした様子でカメラの前に登場し、何から行きましょうか、と早速スタッフに今回のアイテムを確認した。スタッフが最初に取り出したのは、ひな人形と共に備える三色のひし餅。文字通りひし形の餅が青山のシャツの中に入れられると、当然ながら角張った突起物が浮き上がる。これに青山は苦笑い、さすがに乳首には見えないという結果となった。続いて五人林が持つ小鼓と太鼓を検証。青山は大きな太鼓を右乳首に、小さな子を左乳首に当てながら笑顔を弾けさせる。しかし、これも乳首とは言えず。今回の本命は、大きさや色合いが乳首を思わせるひなあられだ。ディレクターはピンクのでかいやつと青山に指示。それを受けた青山はピンクの大きなひなあられをつけるため、一旦カメラの前を離れる。ここで突然、このコーナー、人気が出てきたので、ここからは一般公開収録にしましたというナレーションが入った。現場には、血気盛んな男子大学生が集合。彼らは偽乳首を仕込み中の青山に向かって、ひなあられ、ひなあられ、と大合唱を始める。そんな中、綺麗なピンク色がほのかに透けたひなあられ乳首を見せつけながら青山が登場。するとスタッフから、おおと大きな歓声が上がる。しかし青山の乳首があまりにも生々しかったからか、先ほどまで超ハイテンションだった学生は黙り込んでしまうことに。そんな学生のため、青山は即席握手会を実施するのだった。ネット上の男性視聴者からも、しょうもないがエロい、今回も最高でした、破壊力やばい、偽乳首とは言えたまらんといった興奮の声が続出。ノリノリで過激な姿を見せた青山には感謝する人も多いようだ。もはや月曜から夜更かしの準レギュラーといった感じすらある青山。今後も彼女が登場するコーナーはネット上で話題を呼ぶことになりそうだ。